ようになった。全然そうなんよ。はぁ、サウナはみんな暑いから30度ぐらいって仕事する時には冷やは思わないんだけど、冷やになったです。薄から遅いと。味どう？薄いや。ちょっと薄いな。上をか。かまんで。お父さん、台所にあったお料理酒飲んだでしょ。おとといのアサリの味噌汁ね、あれ酒蒸しにするつもりだったのよ。お酒が切れてたからしょうがないじゃないか。だから切らさないようにいつも酒屋さんから取っときなさい。おい、これまだ食べるの？ごめんなさい。俺な、刑務所にいたことがあるんだ。今まで隠しててすまん。東京に出てきた頃、バイト先の給料だけじゃ足りなくて盗みをやった。懲役1年6ヶ月、結局中に8ヶ月いた。なんだそんなことか。深刻な顔してるから何かと思ってた。すまん。私だってね、結構昔は突っ張ってたのよ。次のことぐらいで驚きはしないわよ。話してくれてよかった。だから席入れてくれなかったの。こんな親父じゃ雄一のためにもいない方がいいだろう。そんなことないわよ。知らんの心配なんだ。何やってるの。ほらちょっとやめなさい。ゆうちさん、どうしたの。何？どうしたんだ？これ見てよ。ラブゲートじゃない。何があったんだよ。いじめられたの。お前なんか劇に出るなって言われたって。本当か？あんたたちのせいだぞ。あんたたちのせいで子供がいじめられるんだ。子供に何の罪があるって言うんだよ。落ち着いてください。どうしたんですか。一体何やったんだ。身内の友達にお前の親父は刑務所にいたって言われたんだ。どういうことなんだ。あんたたちの他に俺が刑務所にいたこと誰が知ってるって言うんだよ。我々はあんたの状況のことを一言も喋ってないよ。それでも分かっちまったら同じことだろうか。いつまでも刑事に付きまとわれるやったらあんなとおかしいと思うさ。落ち着いてよ。ユイチに何て説明すればいいんだよ。いつも偉そうに強くなるって言ってた親父が本当は息子だったって言わなきゃいけないんだぞ。森田さん、もしあの我らのことで森田さんの過去が分かったんなら本当に申し訳ないです。謝ります。しかしですね、子供同士が本当にここまで分かってるもんでしょうか。子供の想像じゃそんなこと言わないさ。現に今までいじめられてもそんなことは言わなかった。もうおしまいだよ。子供までしてるんじゃ店にもいられなくなるに決まってるさ。そんなことはないです。
仮にそうなったとしても我々が相談に乗りますから。そんなことじゃねえんだよ。店にいられなくなってもいいんだ。俺が何言われてもいいんだよ。でも雄一だけにはあいつには知られたくないと思ってて、この6年間俺がどんな思いで返してきたのか知ってるんだ。森川のマークを変わってほしい。はい。おい、さつみ、お前寝ぼけてるんじゃないか。森川は依然として重要容疑者なんだぞ。いや、それは分かってるんですが、しかし子供は事件とは関係ないわけです。それが自分のせいで子供がいじめられるのが僕は。バカ！お前な、子供のいじめと保証をあげるのとどっちが大事なんだよ。もちろん保証をあげるのが一番です。ですから個人的に変わってほしい。ダメだ、ダメなんだよ。バカか、人員が少ないところをやりくりして捜査に当たってるんだ。じゃあ、凶器の方をやらせていただきます。ダメだ、もんなダメ。お前は森川をマーク。これは命令だ。何度言っても同じなんだよ。ダメですか。ダメなものはダメだ。そこをなんとか。絶対にダメ。ああ、なんで関係ない子供がいじめられるんですか。いや、我々もね、調べてんのは山内の傷害事件。それはですね、10年も前もその子供の話を持ち出して、それでなんで子供がいじめられるんですか。俺は嫌ですよ。俺はそういう仕事はもう一番嫌なんですから。分かった分かった分かった、明日仕事だからもういい感じでしょ。分かった、俺送っていきますから。うん、しかしな、森川が無所にいたってことが周りの人間になぜ分かったのかな。順は言ってませんよ。そんなことはひとも言ってませんからね。そうですよね、きっと噂話が広がってそれでこんなことになったんじゃないでしょうか。無責任な噂にしちゃちょっと悪質だと思わんか。森川の過去を知ってる誰かがだな、故意に噂を流したんじゃないかな。でもその山内はずっと病院にいたわけですよね。昼味噌食べるよ、味噌。山内を刺した虫がもう卵焼いてる。山内から聞いた。そうか、噂の出どころだな。徹底的に調べてみろ。本日は連続売り上げナンバーワン、サントリーの足専用サプリメントロコモアのお得な曲を開けて寝たけど全然寒なかった。お母さんなんて水害とこのドア開けとん、ここも開けとん。でも寒なかった。全然寒ない。ただけのサプリじゃないんです。化粧って時も寒なかったんで、足の筋肉にもインスリンが入っているんです。膝関節と筋肉にいい成分が4つも入っているので、それが足の筋力を維持し、歩く速さを維持してくれます。60代女性のお客様からは足取りが軽い感じでみんなと思いっきり楽しめてますというお声も届いています。さあ、ご覧のあなたもロコモアを